Thank you.
Yeah!
Look!
皆様、2019年の8月2日ですね、金曜日、8月2日金曜日、本日今のところイーシーロー8人のねプレイヤーが集まっていただいております。ちょっとこの後どういうルールで進めていくか確認した上で進めていきたいと思いますので、もうしばらくお待ちください。Fire!
あはい、奇跡の細道のエントリーカウンターで受け付けておりますので、参加希望の方でまだエントリーされてないという方おりましたらお早めのエントリーをよろしくお願いいたします。どういう形式で行うかはまだ未定でございますが、一応エントリーのほどよろしくお願いいたします。
はい、というわけで皆さんこんばんは。改めましてこんばんは、ほぼ山本です。本日、プレイヤーが10名となりましたので、通常の式の細道を行いたいと思いますと。第129回ですね、今日ね、129回目。来週の週末ですかね、大きな大会があります。秋葉原の e スポーツスクエア、X の大会ですね、 XS とあります。3-on です。3人組で、あれ締め切りいつまででしたっけ。エントリー締め切りがそろそろな気がするぞ。ちょっと確認しますね。山本もちょっとあやふやなんで、はい、エントリーは本日8月2日までということで、はい、まだ2時間半ぐらいありますね。はい、今21時20分なんで2時間半あります。今からでもね、エントリー間に合いますので、3人集めていただいて、あ、当日枠もあるんで、当日直接でもいいですよ。当日予選もありますんでね。あ、ごめんなさい、当日出場枠の予選も当日ございますので、当日までに決めていただければね。失礼いたしました、ちょっとマイクがですね、今、ハードな音がしたと思うんですけどね、申し訳ございません。はい、というわけで、通常の式の細道を行いたいと思いますと。今、キャラをシャッフルしております。あ、キャラじゃない、プレイヤーをシャッフルしております。しばしお待ちください。はい、というわけでシャッフルできました。第1試合ね、ハクさんです。ハクさんとエクスパーさん、うにょにょっとお願いします。あ、ちょっと待ってくださいね。大会用の、クレジット払ってる方、払ってない方いると思います。払ってない方はいただきます。
はい、じゃあ第一試合ですね、1P 側、はい、エクスパーさんの竜、2P 側、アクサーのキャミさあ、ファイヤーで画面端に押していく、しかし逃げてる、脱出成功、逆端に追い詰められた形。おっと、めくり復活、裏打ちですね、あれは厳しい。シンク使っていく。お、これは理想のファイヤーの使い方だぞ。おっとキャノンスパイクも、しかしおっとサンダー飛び込み、サンダーで食らってしまう。怖い、なぜに怖い、なぜにとエクスパーさんも思ってるに違いない。さあさあさあ、画面端厳しい、今度はエクスパー厳しい、エクスパーさんの竜がかなり厳しいぞ。さあ最後は壊し合って投げ、これはひどい、アクさんのキャミーが勝利。続いて入っていくのはセロテープさん、セロテープさん、あ、セロテープさん残儀、そうですね、大会前なんで1キャラ目からみんなメインキャラな方が多いですね。さあザンギはキャミーに近づくこと自体が厳しい、かなり触らせてもらえない。おっとキャノンが助かって、助かった、リンクはしない。さあ上から、しかしスピンドライブ溜まっていた。さあ中足しゃがみ、中足出していく、全然見えないですね、全然しゃがみ中足、当たるまで気づかないですね。さあフリガン、ストマックで、さあスクリューが決まった。こんばんは、よろしくお願いします。さあお互い両親に取った1日で3ラウンド目。やはりザンギがちょっと劣勢か。おっと入った、しかし対空、おっとタッシュキックも使った、おっキングライブ、あ、来た、何かをミスったぞ今、重ねを何かミスった、スクリューが入っている。さあ、ネギさん、皆さん、最近流行ってるみたいですよね。はい。はい。なるほど。という技術あるのか。さあ上から、おっと行った、普通に上から行きましたね。ザンギはこれが通っちゃうところの怖さですよね。あっと見送ってしまった、おっ死ななかった、許された、まだ許された。おっ
っと2位にボディープレス噛み合った感じ。さあセロテープさん2連勝。続いて土方さん、今日ね、ちょっと大会前なんでね、みんなメインキャラなんで。いやでも逆に大会前だからメインキャラ隠すっていうのもありですよね。残り使いみたいな動きですね。その場は厳しいぞ。今のは起き上がりに2番のスクリュー、そして弾いた。お手本のようなスクリュー。さあセロテープ残機勝利で、続いてカーシムさん。さあ入っていったのはカーシム残機。この組み合わせ結構最近見かける気もするんですけどね、細道で。おっと、今日はやたらと飛び上がりスクリュー狙っていく感じ。おっと、光っていた。カワシムザンギスクリュー、あー FAB すごいっすね、2回飛んで光っていく。許された。油で潰してるんですね、あの飛びは。さあ、お、なぜか、お、繰り返したセロテープザンギ。さあ、上から、フライスクリュー。強パンチだ、今のは。さあ、カワシムザンギ勝利。出して、まだある、投げる。
んないぞ。あー高めで。これはもうタックを組んだ飛びでした。もう高めでもいいんで一発当てるやん。お互い溜めて昇龍拳出していく。サイドから投げてシンク、うまい。あ、クレさん、なぜか食らっている。これで分からなくなった。あれがミーケダン、ガードしてる、偉い。あーっと、交差して空中判定はチュニーのが強かった。スージャンだったんだ。開幕はお互いにやめてますね。これキシルをかけるのもありかな。お互い同じぐらい変わった。ここでどうする。これお互いサイド戻ってくるのもありか。おっと踏んでしまって投げる一発ガード。対空シンク拾えなくて、で間に合う中断。これお互いの中心今画面端としてるのでちょっと中心が変えづらいか。できて、いやお互い溜まる。昇龍間に合います。これは確実に安い、美味しい、素晴らしい。危ない、ガードしてる。昇龍相手出ますね。高め、アッパー美味しい。あっさり負けましたね。いやあっさで、あっさであんまりダメなんですよね。ぶっぱ気味がかなり多くなっちゃいますよね。さあ入っていくのは、ティオンさんの X ベガと。これもいい組み合わせですよね。まあ、ベガ苦しいですけど、いいもさ、いろいろ使いますよね。あ、この2人意外とあれですよ、キャラ数ですよ。いや、ディオンさん特に多いです。あ、本当ですか。ベガもそうですけど、ダイソンとかフォークとかもできますからね。なるほど、レパートリー広いですね。これすごい激しく高いから。なるほど。あ、ちょっとさすがに今の2位はね、ガードしてシンク。さすがですね。上から、おー、立ち上げうまい。こうなっちゃうと目がきついですもんね。あー、遅らせろ。ゲージもない画面端。よし、勝利出す。切られていると辛いと。ベガきつい。シンク出た。削っていく。やっぱ竜ベガはきついですね、ベガ側が。いや、そうですね。さあ、ミッチーさんの竜が勝利で、入っていくのが、お、クレジンさん。クレジンさん。ダルシム。クレジンさんもね、竜戦かなりやってますから。そうですね。投げる、投げ返しがちゃんとできている。
かしちゃんとフレームを見送ってタチコパンタイプ意外と判定強いんですよね、あの龍のタチコパン発生が強いのもありますけど判定意外と強いですね。うわっと、ズームパンチが下がっている。あーっと、インフェルノダイゴスが見えていた。これはすごいカードだぞ。ピヨッとピヨってる。これは厳しい。おっとダイゴスアッパー、昇竜か発動かってとこですね。その後勝利届くんですかね、あんまり分かんないですけど。ああ、そっか、龍だと届かないかもしれないですよね。いいですね、根元だと行けそうな気もするんですけどね。いや、スラタイク、スラタイク、さあ、レース編に対空で落としていく。スラタイク、この組み合わせ、龍はむやみに飛んではいけないぞ。さあ、スラスト、スラスト再生バーバレー、ワンボタン。さあ、クレジンダルシム勝利、初勝利ですかね、もしかして。勝利ですかね、クレジンダルシム。そんなことはないと思う。あ、そんなことはないぞ。結構来てるんで。さあ、続いて、エクスパさん。あ、じゃあ2周目ですね。さあ、クレジンさんが1周目最後のプレイヤーというところで。そうですね、クレジンさんに求められるのは対応能力、今までやったことないようなプレイヤーと、どうやって戦えるか、いかに暴れと、クレジンさんはスラタイプが得意なんですけど、これ竜巻が立てるとどうするかっていうところを日頃から考えてれば、エクスパーは全く波動を打たずにいくつもりだぞ、これ。そうですね、ブリューが、波動打つとブリュー食らうの分かってますね。いや、もう、ダルシム使いですからね、もともと。あっと、シンくん、しかし助かったが、削り寄っていい。成功は出ない。イエスイエス。さあ、ハロー削って。エクスパさん、スピードとか非常ですね。あのポーズ。わかっている。やはり、ダルシム使いだから、ダルシムのことがわかりになる。バカになったのも落とされる。すごい、すごい。あっと連打しすぎた。投げる。まさに暴れ勝ちといったところ。ちょっとね、このタイプあれですね、きちんとダルシムとしてはお仕置きできるようにね。さあ、続いて入っていくのがハクさんのキャミー、ハクキャミー。もう流線は結構得意な方だと思われるが、おっと、空中三段。無理はしない、無理はしないぞ。ピオリ1だが無理はしなかった。そろそろダメージ、ピオリゲージはカウンターがゼロになる頃。おっと、フーリガンのリップを真空で刺していった。あんなことできるんですね。これは厳しいね。これはキャミーとしては厳しいところ、捉えるしかないが、とがめれるのか。エクスパー竜、おっと、波動昇竜、エクスパー波動昇竜が出た。これは新しい。おっと、波動削り下ろした。まさかのすごい成功法な。さあ、続いてうねさんかな。うねさん、ダオさあ、うねさん大会も頑張っていただきたいところ。脳内で頑張っていただく。はい、俺の XS とか今だぞと。はい、大試合ね、エクスパーさんのリュウとウネさんのガイルで、ネガイル対エクスパーリュウという
さあしっかりやらないとこれも暴れに咎められるか、暴れに飲まれてしまうぞ。ウネガエル、あっと完全に飲み込まれた。ソニックの羽が見えた。ちょっと暑さで朦朧としているところがあるので、皆さんあの水分補給など怠らないようにお願いいたします。さあ空達ナイス、ちゃんとお釣りを入れてとがめていかないと。シンクを使わせた形、これは若干楽になるが、焦っちゃダメだが、もうゼロドット、もうゼロドット、冷静にいけば勝てるのか、どうなんだ。投げる、さあめくりが入って3段、これがウネガエルだ。さあ最終3段の目どうする。ミスキャッパーが出ている。なんだ今のサバーは、出すぞ読みだな。あっとまたしても真空を、今日のエクスパーはひどい。さあ最後はハドケツ殺し、セオリー通りの戦い方だ。何かこうエクスパー流の動きの中に暴れるところ暴れないところが出ているような気がする。きっちり使い分けれるようになってくると厳しいのかもしれない。さあ入っていったのはドカタ竜、ドカタさんの竜、大丈夫、竜同士どうあがいてもゴム。さあ昇竜できっちり落としていく。昇竜はドカタ竜の方が若干上が、しかしエクスパー竜もリバーサルはきっちり出していく。なんだなんだ、ピータスイバックジャンプ、あっ、ぴよっている、つながっていない、つながっていないぞ今の。ダイボス中足がつながっていない、びっくりした、恐ろしいエクスパー竜。シンクでビオラスイに来たかって感じですね。さあ上から投げる、ナイスナイス、ダイボス投げ、おっとしっかりガード、ナイス3段、つながってなかったか3段ナイス。さあさあゼロドットだがあるか、投げる、よしよし、ゼロドットからの粘り。さあ3段の目、やはりゴブですね、ほぼほぼゴムという組み合わせ。あっと踏んでしまった、波動の打ち合いになるか、ならないのか。ちょっとシンク使わせる、昇竜、大昇竜だ、きっちり大昇竜2発、しかしお返しと言わんばっかりにスパリューの昇竜、あっと読んでいた真空を、真空抜けてのサイクスバリュー勝利。続いてセロテープさんですね。あーカウントありがとうございます。山本すっかりカウントしておりません。あごめんなさい、カウント入ってます。さあ入っていくのはセロテープザンガン、おさあエクスパ竜の暴れをとがめることができるのか。
かりダブルアイでハードを抜けていく。おっと耐久シンク危ないぞ。なんだこの竜巻。残機戦で竜巻を使う理由はなかなか見たことがない。なかなか見えないぞこの戦い。さあ上から通る昇竜見送っての寄らせてスクリュー。全部思い通りにいった形。今気分がいいはず。さあ3ラウンド目これを踏まえてのどういうどのような結果だ。なぜかダブルアリに波動を打っている。勝利に2回とも出す。さあダイエットスクリューまだあった許されたが走っていく。さあエクスパーリューそこまで。続いてアーチメさんです。は川シム違うキャラ変えてますよ。キャラ変えてますよ。さあキャラ間違いです、まあね、スト5ね、エントリー記念ということでね川シムさんは選んでいただきました、ね、はい5新キャラ発表ということで。あエクスパさんあれだよカウントしてるよ。セロテプさんカウントしてるしてない。ノーカウント。いや好きにしてください。さあラウンド1はい入っていくのは、川島本田。セロディさんね、本田さんも上手いですからね。やはりね、ついに待ちに待ったスト5にね、本田が発表されましたが、今日さすがに張り手クラッピースクリューとか、そんなのは厳しいっすよね。ちょっと厳しいっすよね。死ぬ可能性ありますからね。やっぱアンパイでガードしますよね。おっと空対空謎のキックで。おっと2回出していく。危ない読みのドスコイ読みにダブラジだったか。遅めでさあ埋めていく。コンドル削られる。これはもうしょうがないのか。ここまでか。ここまでだったセルテザンギ。さあガンガン直
で大一丁さあ燃焼まで。検査で落とす。まあもうガードもできないので話し系の技も全部落とさなければいけない。戦列がマストになってきたが、さあ、まあ、後ろから投げて最後に角でゴールになってもしれないですが、チラッと取った若橋も、さあ、やんばん、この高め空振りから、さあ、ここで手を出せなかったら選手を打っている。して余計なダメージをもらわず金まで持っていった川島。白熱が2回当たり金は川島本田。さあ失礼いたしました。続いてはミッチーさんですね。ミッチーさん2キャラ目は、バイソン。さあ、バイソンホンダ、これはちょっとやり方がわからないと厳しいか。これはホンダ側にだいぶあれがありそうな、なさそうな。これね、2回きついんですよ。まあ、弾ないっすからね。はいはい、なるほど。あっとクレジー、はいはい、あ、そうっすね、そうっすよね。なるほど、そうかそうか、仕込めますからね。鬼無双は仕込めるから、そっか。おっと今なんか出てたか。おっとゴチゴチいった。さあミッチーさんのバイソンが勝利で、続いて入っていくのがディオさん。さあクレジットが ありました。はい、ありがとうございます。ここで入っていったのが S 剣、ディオンさんの S 剣。これはバイソンも厳しいところ。なるほど、おっと中小竜、それはダメですね。完全無敵なんですけど、ダウンないですからね、中小竜。どうしたいったか。まあそうですかね。またオアにも昇竜拳しかないですもんね。足元を救われた形。さあミッチーさんのバイソンが勝利で、入っていくのがクレジーさん。さあ最後のプレイヤーですね、クレジーさん。まあ、どっちかが勝っても続きますよ、多分。さあ、画面端。クレジン・ダルシム、厳しい感じ。
あゴチゴチいった。ゴチゴチだけで殺されてしまうぞこのままでは。さあ離した、秩序のファイヤーを、あーっとおわいかれました。さあさあミッチーさん、え、ちょっと待ってくれね。ハクさん、続いてハクさん3周目というか、あのミッチーさん連勝中なので連勝数に挑戦ということで、ハクさんは今日はキャミーしかエントリーしてないんで、キャミー、エクスパーさんが4勝ですね。ミッチーさんが今3勝ですか。はい、ミッチーさんが今3勝、ゼロさんも3勝、ん、残ったのはハクキャミー。やはりエクスパーさん、ゲートの式では強いですね。恐ろしい強さだ。いやー、ちょっとタメキャラとしては厳しいところ、ちょっとでも固まったらクーリガン、空読みでダッシュアップいきたいとか、あーっとスピンドライブが刺さる。さあさあ結果出ました。ミッチーさんのバイソンとセロテフさんのザンギが、3勝同士。さあじゃんけんで 1P2P 決めていただいて、で、あ、ごめんなさい、ちょっと待ってね。準決勝です。一先です。1P 側が、ミッチーさんのバイソン、 2P 側が、セロデフさんのザンギということで、さあザンギバイソン、いい組み合わせだ。破壊力はどちらもある。しかしバイソンのクレイジーがあまり機能しない組み合わせ。おっとダブラルさせていく、上から行って直接、まだ残っている。こうなると厳しい。おっと一歩歩った、ダッシュ系に対して一歩歩いての怪しい。刺していく、さあ上から、おっと例のやつをやったが使った模様。歩き弾き、おっと減らない、全然減らないぞ。さあ、1勝したのでセロテフさん勝利で決勝進出です。で決勝はこの時点で、エクスパーリュートセロテープザンギということで、好きな方を選んでください。ワンピー、エクスパーワンピーで、さあ3先です。エクスパーリュート、あ、このまま続行ですかね。ステージそのままでいいですか。はい、でそのまま続行で 1P 側、セロテープさんの、あ、ごめんなさい、 1P 側エクスパーさんのリュー、 2P、2P 側が、セロテープさんのザンギーと。さあおっと着地昇竜、リバサで出していく、そして竜巻刺していく、ガードしてスクリュー、これ出しにくいんだな、これ昇竜出しにくい、
さあシンク、おガードさんがうまい。さあセロテープ残機はエクスパリーを捉えることができるか。そしてエクスパリーは暴れることができるか。今のナイスですね、暴れがナイスですね。捕まえきれないところ、不活に走れもしない。さあ2ラウンド目、まだね3先なんで先は長いです。はじきバニシ、お、なんだ上りクータスが当たった気がする。あれはガードしてなかったので当たった感じ。基本的にはガードしてれば食らないはず。おっと、なんだ起き上がりしゃがみ弱足、勝負でしっかり落としていく。これはちょっと予想外か。を見送ってジャンプから、ジャンからの、さあ、1試合目はセロテープザンギ、すいません、自らすいません。さあ2試合目、さあ須田さん頑張っていただきたいところ。これでもそんなに開きはないと思うんですけどね。足から手から投げに行ったっぽいですね。竜龍でとがめたところ、昇龍が出る、真空で削ってきた。当然ダブラリは読めていたので、当然ダブラリは入っていたと思われる。読めていたというか見えていましたね、真空コマンド。おっと、つながってないが、上から行って投げる、シンク、ノンキャン波動、ピオリーチだぞ、セロテープさん。危ない、危ない。おっと、イバサ昇龍、くらい投げ。さあ、2試合目は、エクスパリュー、取り返した。さあ三先まだイーブン、どうなる、どうなるこの組み合わせ。エクスパリューが暴れ続けられるか。セロテープ残機がやばいぞ、やばいぞ、上からが通っている、上が通っているぞ。セロテープ残機がきっちりとがめられるか。着地スクリュー、おっと勝利を見送ったが、再び勝利、だいぶ厳しいぞ。さあいつ飛ぶのか、おっ飛んだな、エクスパリュー。さあ着地から直接に行く、今度はエクスパリューが割る、高め当てを多用している。フライパワーボムで対処しているが、おっとスクリューを割られた。さあどうする、おっと逃げロケッティアで中断、恐ろしいですね、考えることが。ふわっと後ろから真空で
昇竜、さあ勝ち確、ファイヤーで削った、あれゼロドットじゃなかったですか、あーなるほどなるほど、ダブラリで今抜けれたか、なるほど、あれは昇竜でしょうね、勝ち確だったら、昇竜だったら勝ち確だったかもみたいな。さあ2試合取ったのは2年中のはいくか、投げる、さあ3試合目、1試合1試合目だ、ごめんなさい、危ない危ない、投げてる、さあ先にリーチをかけたのはエクスパーデュー、残り1ラウンド、おっとダブライト波動相打ち、パスを食らっている、これはどうする、さあそのままから、うおシンク惜しげなく惜しげもなく首を使っていく、投げる、終わった、優勝はエクスパーデュー、おめでとうございます、エクスパーさんおめでとうございます、あのコングラチュレーション、時間がないと思いますが一言だけお願いします、間違った、ラウンド1ファイト、あの前ちょっと前に大会前に、はい、セルテフさんとちょっとやりました、今日はいけると思いました、準備しました、あトレーニングできた、おめでとうございます、はい、ありがとうございます、じゃ時間そろそろ危ないね、はい、お疲れ様でした、さあ優勝はエクスパーさんの竜、素晴らしい暴れでしたね、やはりこれぐらいやっぱり暴れていかないとっていうところもありますからね、技術界としてはね、セオリー通りだけではダメと、さあ、というわけで2、3、4がエクスパーさんですね、3試合目4試合目、今日ちょっとセロテプさん、ぶっぱ気味のやつが多かった気がするんですけどね、さあ、ありがとうございます、コメントもね、続々どしどし来ております、はい、さあ、というわけで、第129回目の式の細道終わりなんですが、お疲れ様でした。またもやエクスパーさんに優勝を持ってかれてしまうという。そうですね。エクスパーさん式じゃ強いですね。結果は残してますね。いや頑張りたかった。そうですね。はい。もうちょっと行きたかったですよね。そうですね。まあ五分。そうですね。まあいい勝負のあれなんで。大会も近いんでやっぱりね。そうですね。チームメイトもなんか龍は残機でなんとかしてほしいと思ってると思うので。そうですね。はい、あれでも。ああそうかそうですね、龍キャ、うちのチームだとチームメイト龍とキャミーなんで、はいはいはい、そうですね、龍、まあ、同キャラはだとかね、うん、キャミーにやれっていうのも酷なんで、まあ龍は任しとけって言いたいところなんですけど、そうなんですね、これを見るとねちょっと不安ですよね、はい、まあ1週間で調整していきたいと思います、はい、でなんか来週の式は全然野菜、全然日付的には全然野菜に当たるんですけど、全然野菜ですよね、 XS と全然野菜の 日なんですけど、はい、まあ、ちょっと詳細はまだ見て、詳細は見て、多分まあ今日みたいな感じで集まった人で細道をやるんじゃないかな、なるほど、特別何もその、はいはいはい、そのね、なくってことですね、お達しがなければイベントもなくっていう可能性もあるというね、はい、まあ、まあ普通にほなんかのまず続々来ていただいてね、そうですね、はい、でそっから、前日が西日暮里 VS でしたっけ、前夜祭が来週って2週目だから、そうですね、バーサスですよね、バーサスでなんか、アフロレジェンドさんがいらっしゃる小物道などを含む、そうですね、小物道、アフロレジェンドさん、初来日ということでと、小物じゃないですよね、まあ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 、まあ、ケンシロウさん、ケンシロウさん、小物道すでにね、もうあのコンセプト、はい、瓦解してるようなところあるんで、はい、全米チャンピオンですからね、はい、多分まあまあまあね、の小物道を含む何か確かイベントがあって、で日曜日が XS と3オンですよね、そうですね、秋葉原 e スポーツスクエアさんで、で高野祭が大山ニュートンさん、はいはい、そうですね、というわけでなんかお盆はもう、ね、ちょっとでも暇があったらどっかに行けば疎通ができちゃうみたいな、そうですね、 X 祭りという、はい、
夏のね X 祭りということでね、日本三大祭りの中に入れますかね。三大奇祭の中に入るかもしれないですね、あの山の上からなんか大きな大木を落としてって毎年それ乗る感じの、そうそうそう、はい、死人出ちゃいます。 X も下手すれば出ますかね。下手すれば出ますね。飲みすぎとかで。飲みすぎありますね。ありますよね、はい。さあ、まあデートなし機、今のところ7台稼働してます。来週もそんな感じなんですかね。そうですね、はい。まだ基盤ありますね、よく見たら。どうなるんですかね、毎日毎日その X がある日に合わせて基盤が全体移動する感じなんですかね。どうなんでしょうね。ちょっとね、 X もね、基盤の寿命も気になる頃になってきたんでね、はいはい。いやーでもね、まだまだ盛り上がりを見せておりますね。まだまだまだ。あれ、関東でプレイヤーって何人ぐらいいるんですかね、集めると。純粋に大会出そうなプレイヤー、大会は今エントリーが40何チームって聞いたから、まあ、100もう100は超えてるんですよね。だから何十ですね、31が3412で120人ぐらいいるってことですよね。あと当日枠の方もいるということで。そうですね、はい。続々とね、エントリー、あ、エントリー本日です。本日の、はい、23時59分なのかな、残りあと1時間40分ぐらい。まだまだエントリーしてない方おられましたらね、はい、ぜひぜひ。今日私あの一チームちょっとあのプロデュースっぽいことを。お、なるほど。こうやってるうちにもチームが決まってる可能性がある。プロデュースセロテープってことですよね。そうです、セロデュースで。セロデュース、なんかシューティングゲームみたいな名前になってますけどね。確かに、はい。まあまあ、あれですね、そんな感じで来週もお楽しみがいっぱい続きますというところなんですが、はい、暑いです。皆さん暑さ対策しっかり、この暑さも今週末で一段落みたいな話を、そうなんですか。一応なんか、あー、なるほどなるほど。あの日本人のみんなが信頼を置いているあの気象予報士という方々が、はいはいはい、そんなようなこと言ってましたので。あ、なるほど。だと嬉しいですよね。ちょっとね、ちょっとね、開幕なんか梅雨っぽいのが明けたかと思ったらね。そうですね、30後半が続いてるんで、はいはい、朝家出た瞬間から30度超えとか、はい、ちょっと殺人的ですよね。ちょっとよろしくないですよね。もうね、そんな感じなんで暑さ対策しっかりしていただいて、ね、なんかね、水分補給、あと塩分も結構取った方がいいみたいです ね塩タブレットとか、いろんなアイテム今売ってん、コンビニ薬局とかで売ってますんでね、はい。海外遠征の方、もしくは地方遠征の方ね。でもそうなんですよ、我々はまだはいはい、ほら分かってる、日々こんな感じで、海外から来て、そうなんですよ、日本は東京はどうなってるんだと。そうですよね、まあ 全、はい、全地球的に温暖化なんで、でも、まあ、若干はだと思うんですけど、ね、インド人も、はい、びっくり、はい、日本の東京の方が暑いとね。東京どこか、日本全国ですからね。北海道の方も30度後半とか、ね、そうですよね。北海道が暑くてみたいな話もよく聞きますよね。で、北海道冷房ないですからね。まあ、あれですね、海外から来てくださる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、東京オリンピックってこんな感じでやるんだっていうのを分かっていただけると。そうですね、来年地獄ですね。母国に帰ってね、はい、もう絶対行かない方がいいぞっつって。そうですねこんな中でスポーツしたら死ぬぞと、うん、屋外は危険だぞみたいなね、はい、感染だけでも死んじゃう可能性がありますんで、あれですよね、よく僕ツイッターとか TL とかで見てるんですけど、ね、日射病は一度ね、あれすると治らないんで、あー、なるほど、みたいな予防に心を、気をつけて、はい、予防に心がけてくださいねみたいな TL をよく見ますけど。なるほど、もう一度なると癖みたいになっちゃうんですね。そうですね、もう、はい、心身ともに影響を及ぼさないようにね、予防策をしっかりしていただいてですね、はい。じゃあそんな感じで、でそんな感じですか、はい。あと何かありましたっけかな、かな的な感じですけど、まあ、直近にそれがあって、まあ、あと月末ぐらいになるとなんか、はい、西日暮里 VS さん東西線500回記念が、あ、なるほど、そんなのがあるんですね。8月最終週は確か500回記念だった。なんかこの前何をやるかみたいなね、アンケートを取ってましたよね。そうそう、特別的な、なんか歴代ボス VS 残りの人全員みたいな、なんかすごいやつがいるらしいですけど、はい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 、なるほど。ボスってことは大将を務めた方ってことですか、になるんですかね。あー、なるほどなるほど。ボスクラスなんだか、その辺はちょっと多分二回転さんの裁量になると思うんですけど。なるほどなるほど、はい、なるほどですね。そうするとまあここら辺にいる方ではあんまり見かけ、お見かけしてないですよね、今のところ。今式にいる人はちょっとボスクラスではないかな。
ないですよね、はい、中堅どころってね。まあそんな感じです。夏場の国内、まあ、関東 X はそんなところなのかな。そんなところですかね、はい、S との次にホックスやるのかな、まあ、みたいな、ね、ちょっとそこはねおいおい明らかになっていくと思いますので、はい、こんなところで大丈夫ですかね。そうですね、ちょっと暑いんで、あとユニクロで売ってた T シャツあるじゃないですか、はあ、スト2的な、はいはいはい、スト5的な、はいはい、あれ一律値下げしてまして、なんかちょくちょく処分価格でなんかちょくちょく値下げ聞くんですけど、はいはい、なんか今一体どんなお辺まで行ってるんですか。大体500円ぐらいで今じゃあちょっとベガとか1着ぐらい欲しいかな。そうですね、ただサイズ的にもねやっぱ我々、まあ、在庫処分なんで L より上じゃないときついんであるかどうか分かりませんが、はい、大型店行くとあると思いますので、まあ、M とかをねピッチリ着て、はい、ちょっとおへそが出るぐらいでも可愛いかもしれないですね。ちょっとで済まないかもしれないですよ ね, そうですね、はい、まあそんな感じで、はい、S だったら女性でもみたいな感じでしたよね確かね。なるほど、 S サイズだと、はい、まあはい、そのような形です。じゃあ今日の配信はこんなところですかね。そうですね、はい、また来週。本日もありがとうございました。お疲れ様でした、はい、お疲れ様です。失礼いたします。